ここからのイメージジモは NASA が提案していた木星の氷衛星を探査するための宇宙探査機。主目標はエウロパであり、エウロパの海には地球外生命の存在が期待されている。ガニメデやカリストも衛星表面の氷層下に液体を有していると考えられており、コララも探査機の目標とされた。2005年に予算が削除され、事実上の計画中止となっている。 ジモのコンセプトイメージジモには多くの革新的な技術が使用される予定だった。木製の衛星に到着するまではヒペップ、またはネクシスエンジンを介したイオンエンジンシステムによって水力を得て、さらに電力は小型原子炉で供給される。原子炉の熱から電、原子炉はフルスケールで氷を貫通するレーダーシステムや協力で、 高帯域のデータ送信を実現させるかもしれないと期待されていた。電気推進を使用することによって、木製の衛星と管を周回する軌道に侵入、離脱することが可能となり、マヌーバに使用できる燃料に制限のあった従来の探査機に比べ、より詳細な観測とマッピングが可能になるとされた。原子炉は機体の先端に設置し、 繊細な探査機の装置を保護する強力な放射線シールドが後方に置かれる設計が考えられていた。軌道に打ち上げられる放射性同位体の量を最小限にするため、原子炉は探査機が地球軌道を完全に離脱してから電力が入れられる予定だった。この設計は以前外太陽系ミッションに使用された RTG よりも危険度が低いと考えられた。 2004年9月20日に初期設計コンテストにはロッキード・マーティンとボーイング・アイディエスを破りノースロップ・グラマンが選ばれたコンテストは2008年まで続けられる予定だったジモの概略図ジモ・ネクシスイオンエンジンテスト NASA の優先順位が有人宇宙ミッションに移行したためジモ計画の予算は2005年になくなり事実上の計画中止となった問題は多々あったが 提案されていた原子力技術及び複数回の打ち上げと軌道上での組み立ては野心的すぎると判断された。中止となった段階では、ジモミッションは初期の計画段階にあり、打ち上げも2017年以降が予想されていた。このミッションは NASA のプロメテウス計画における最初のミッションだった。なお、木星の衛星探査として現在、 イジザムがなさ、餌の共同ミッションとして検討されている。ありがとうございます。